ハイデラバード、ハイデラバードは、パキスタンのシンド州の都市である。かつては、シンド州の州都であったが、現在は、ハイデラバード県の県庁所在地である。洪水の都として知られ、街の街路が洪水で毎日荒い清められたという、伝承にちなみパキスタン建国以前には、インドのパリとも称された。ハイデラバードの気候は、気温、湿度ともに高い。 同地域の震度5文学運動の舞台となり、多くの詩人の生誕地でもある。文化と伝統に恵まれ、世界最大の腕輪生産地でもあり、震度州の都市部と地方を結ぶ、交通の要所である。2015年、の人口は約343万人。紀元前2600年、紀元前1800年の、インダス文明時代、ムルタン地区は、農業地域と森林だった。 紀元前1500年紀元前500年の中央アジアからインドアーリア人がインダス川地域に侵入し定住した。この小さな漁村は不毛の丘によって洪水から守られていた。この村はネルンコトゥとして知られるようになった。丘の上の小さな石灰岩は地界の場所とされ、僧侶が村が交易で繁栄していることに感謝した。豊かだが武器をほとんど持たない。 この村は外敵に狙われやすかった。636年、チャチュナーマによるとアが支配していた。711年が町を征服した。712年中頃までにイスラム軍はシンド州の大部分を征服した。アラブ人の短い支配の後、イスラム教に改修した地元のソムルー族が支配を引き継いだ。997年。 アフガニスタンのガズナーサのサブクティギーイン王が息子のマフムドード王に王位を譲った。1005年、マフムドード王はカブールのを征服した。続いて、シンド州を征服した。1206年、デリー・スルターン・アサが征服した。スーフィズムの伝道師がイスラム教を広め、がシンド中に作られた。1351年、が征服した。 ソメルー族の法律は引き継がれた。1524年、アフガニスタンのが征服した。1554年、北インドのムガル帝国が征服した。この新しい支配者は、ネルーンの住民と結婚し、土地に定着していった。17世紀後半、ムガル帝国による、シンド州の支配が弱まった。1701年、ヤー・ムハンマド・ハーアン・カルホラは、実質的に、 シンド州の支配者になった。彼は地域で最有力のカルホラ族の出身だった。1757年頃、インダス川はモンスーンによる大洪水で流路が変わった。ミアン・グラムシャー・カルホラがシンド王になった時、首都は何度も洪水に見舞われていた。ミアン王はより良い場所に首都を移すことを決めた。ミアン王時代はシンドの黄金時代と言われている。 1768年、ミアン王は、ことネルンコテの上に、パッコチロトリデを中心に新首都ハイデラバードを建設した。ムハンマドの義理の息子のが、名前の由来である。1789年、のミーファテアリハーアンタルプルが、カルホラ王国から、ハイデラバードを奪った。1792年、ミー王は、正式にハイデラバードに入場し首都とした。彼は、 パッコチロトリデを住居権王宮とした。クダバードから多くの住民が新首都に移住した。1843年2月17日、タルプル王国とイギリスの間でが始まった。3月24日、タルプル王国はイギリスに降伏した。その後イギリスは、シンド州全体を征服した。州都は、イギリス東インド会社のあるカラ地に移された。王族は、 軽かった近郊で遊兵された。王族の遺体は、イギリスの許しを得て、ハイデラバードが始まった場所であるマンジョ級に埋葬された。1853年、ハイデラバード市が設置された。1857年、インド大反乱が起きた。1861年、イギリスはパッコチロトリデを武器庫として利用した。1872年、 人口は43,088人だった。1881年、人口は48,153人に増加した。1886年、北西鉄道が開通し、ラホールやカブールと結ばれた。1891年、人口は58,048人に増加した。1901年、人口は69,378人に増加した。 市民の64%がヒンドゥー教徒で35%がイスラム教と1%がキリスト教徒だった。キリスト教徒はイギリス兵の他に回収した住民もいた。で7番目に人口が多かった。人口増加に対応するためにイギリスは水道を広い範囲に設置した。1947年パキスタンは独立を果たした。 ムスリムのほとんどが全インドムスリム連盟とを支援した。少数派のヒンドゥー教徒やシク教徒はインドに移住し、逆にインドからムスリムがハイデラバード地区に移住した。パキスタン運動以前、ハイデラバードには多くのシンドヒンドゥが暮らし、交易や商業を行っていた。彼らは独立後もシンド州で暮らせると考えていたが、インドへの移住を強制された。 インドからの移住者によって多くの暴力事件が起きた。シンドヒンドゥーの財産はムハジルに奪われた。ムハジルは主にの土地を受け取った。人口増加に伴いパキスタン政府は2つの郊外地区をハイデラワードに新設した。ムハジルによってシンド州で2番目に人口が多くなったことで再び州都になった。1953年自治体になった。 1955年、カラチにシュートが移った。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。